ユーグ三世は、ブルゴーニュ公。ウード二世とその妻であったシャンパーニュハクティボー二世の娘、マリーの息子。ユーグ三世の知性に、ブルゴーニュ公国の平和が破られた。ユーグは、好戦的な人物で、フランス王ルイ七世と国境をめぐって争った。フィリップ二世がルイ七世の後を継いだとき、その混乱に乗じて、フランス王の家臣に対して、自らに侵入するよう敷いた。 これに対して、フィリップ二世は怒り、広告に侵入して、シャティオンを包囲した。シャティオンは陥落し、守っていた、ユーグ三世の着手ウードも捉えられた。ユーグ三世は高い身の白金を払い、フランス王国への不可侵を誓って、講和を結んだ。その後、ユーグ三世は、フィリップ二世に従って、第三回十字軍に参加した。彼は、リチャード世の信頼を得、に、 サラーフティーンと戦った。フィリップ2世がフランスへ帰還した後も、ユーグ3世は、フランス兵の指揮官として残り、アルスフの戦いやアッコの征服で功績を挙げた。また、ユーグ3世は首都ディジョンへ移して、商業を発展させようと努力するなど、内政にも力を注いだ。1165年、ロレーヌコーマ11世の娘アリックスと結婚し、以下の子女を設けた。 1183年、アルボン女ク・ベアトリスと結婚し、以下の子女を設けた。ありがとうございます。